はい、こんにちは、すしチャンネルです。宅建士、人体不動産経営管理士、2級 FP 技能士のお父さんが小5のゆうせいくんに教える宅建講座になってます。ゆうせいさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、ついに夏休みですね。はい。さあ、社会人じゃないあなたはしっかり勉強できますね。やっていきましょう。図書館に行ったら、はい、じゃあいきますよ。はい。宅建業法の保証協会終わりまして、今回事務所案内所等の関する等に関する規制ですね。はい、はい、いきます。宅建業者が業務を行う場所、まず事務所、まあ本店とか支店とか普通の事務所ですね。本店支店、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する支配人が置かれている場所ですね、はい。まあ一般的な本店支店、町にある不動産屋さんをイメージしてもらったらいいです。はい、次ですね、申し込み契約をする案内所等、もしくは申し込み契約をしない案内所等、この契約をするかしないかの案内所っていうのが出てきます、うん。見たことあるかな。モデルルームや現地販売所、見たことありますか？ないです。近くのあのコスモスの横に今できてるんですけど、モデルルームって何かって言うたら、分譲マンション建てます。分譲マンションでわかりますか？まあとりあえず分譲マンション建てて。分譲マンションって分ける譲るマンション、つまりマンションを建てて一部屋一部屋を売る、うん。賃貸マンションってこれうち賃貸マンションです、うん。このマンション全体が一人のオーナーで各部屋を賃貸で貸してますね。賃貸って賃料を得て貸借する、賃貸借、賃料を得て貸借っていうのは貸し借り、賃貸借、それが賃貸マンションですよね、はい。で、分譲マンションの場合はマンションをドーンってデベロッパー開発業者が大きいマンションを建てました。一部屋を3000万円で売ります、各部屋を3000万円で売りますっていうのが分譲マンション。あれ、うちの隣にある14階建てのマンション、あれは分譲マンションです。賃貸マンションじゃありません、はい。基本的に全員あの部屋一部屋一部屋を買った人が住んでます。でも一部買った人がまた違うところ、まあ、相続とかして違うところに家があるから、もうこのマンションを使わない人が貸したりもしてる。一部賃貸に出してる場合もありますけども、基本的に分譲マンション、はい。イメージわかった？で、モデルルーム現地販売所っていうのは、こういう分譲マンションを建ててる時に完成するまでに部屋を売りたいんです。各部屋売りたい、でもどんな部屋かわからないのに買えないですよね、うん。だからどんな感じの部屋にしますっていうのをモデルルーム作って、こんな感じの部屋ですよっていうのを作るのがモデルルーム。だからこのマンション建てます、モデルルーム見に来てくださいね、抽選でなんかあげますよみたいな、ようチラシ入ってるんですけど、それがモデルルーム。そこで契約をする場合、契約をしない案内所、両方あります。ただ部屋を紹介する、契約をしない案内所っていうのもあります。 OK？ はい。事務所と案内所と契約をするしない、この3パターン OK？ はい、はい、ね。じゃあ案内所等を届け出しないと勝手に始めたらダメなんです。モデルルームを作りたいんで、はい、勝手に分譲マンション建ててるところの横に勝手に作りましたじゃダメなんですね。じゃあ どういう手続きがいるかって言ったら、申し込み契約をする案内所を設ける場合は、免許権者、優生不動産が開発業者にお願いされて
モデルルーム作ります、はい、契約をします、そのモデルルームで。じゃあ大阪ですよね、ゆうせいお父さん、大阪府知事にモデルルーム設けますんでお願いしますって言って言います。そして2番、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出が必要。大阪の分譲マンションでやるんやったら別に大阪府知事に言ってるからいいんですけど、免許権者大阪府知事さんですよね、で兵庫県の分譲マンションを郵政不動産がモデルルーム担当することになりました。その場合大阪府知事に言ってさらに兵庫県知事にも届け出が必要ってことです、うん、ダブルで必要ってこと。 OK？ はい、はい、案内所等の届け出、免許権者が都道府県知事の場合知事に直接届け出、これ分かります？免許権者が都道府県知事の場合っていうのは大阪府知事、大阪に本店があって大阪の中にしか支店がなかったら府知事免許じゃないですか、その時は大阪府知事で言ったらいいだけ。国土交通大臣の国土交通大臣免許の場合、大阪郵政不動産大阪府とまた別の県都道府県に支店があったら国土交通大臣免許ありますよね、はい、大臣免許。その場合じゃあ大臣に案内所モデルルームしますんでっていうのを届けてるんかと言ったら違います。なんせ前もありました通り大臣に直接言えない、大臣一番偉い、偉すぎて我々が直接物申すことが届け出することもできないね。だからどうするかって言ったら案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出、はい、まあ要するに、うん、経由して、うん、だから免許権者経由じゃない、案内所とモデルルームを兵庫県でやります、ほんなら兵庫県知事を経由して大臣に届け出するっていう。 OK？ はい、ここめちゃくちゃややこしいでしょ、こういう細かいところついてきますからね。はい、案内所等の届け出の期限、いつまでにやらないといけないかっていうのが、業務を開始する日の10日前まで、10日前ですよ、10日前、はい、じゃあ2週間後とかなんかあったでしょ、もうその辺がごっちゃになってきますけども、案内所の届け出は10日前まで、当日に言ったらもう遅い。 OK？ はい、はい、ということで今日この事務所のね、この事務所申し込みを契約をする案内所、申し込み契約をしない案内所、この3パターンざっくり見ときます。次回細かく見ていきますよ、はい、専任の宅建士、事務所は従業員5人につき1人以上、つまり従業員が6人でしたら専任の宅建士何人います、いりますか、6人だから2人、はい、はい、そうですね、はい、申し込み契約をする案内所の場合専任の宅建士は1人以上いればいい、じゃあ1人打ったらいい、そう100人従業員がいますでも1人でいい、1000人いますよその案内所に、どんなでっかい案内所やねんっていう、それでも1人でいい。契約、申し込み契約をしない案内所、専任の宅建士はいらない。でも折ってもいいんだ。折ってもいい。折ってもいいけどいらない。はい。標識、帳簿、従業者名簿、報酬額。これまた次回深掘りします。とりあえず、この形覚えてください。はい。標識は全部いる。帳簿、従業者名簿、報酬額はもう事務所だけ、これ覚えておいて、はい、あと案内所はいらない、上で覚えといたらいいかも、標識だけはどこでもいる、標識っていうのはどんなんかっていうのはまた次回お楽しみに、はい、
帳簿、従業者名簿、報酬額も次回深掘りしていきます、はい、今日はざっくり見ときました。ここだけこの形覚えてくださいね。クワみたいな、なんかはい、こういう L 字型ね、覚えてください、はい、もう形で絵で覚えてください。 OK ですか？はい、はい、ということでこんな感じで今後も小学生向け宅建講座やっていきますので、まだの方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの登録もよろしくお願いします。お願いします。コメントでね、こういうのもあるよっていうのをぜひとも何かしら書いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。